ヒメジョーンは、キクカムカシヨモギ族の植物。背の高さが30から150センチメートルにもなる白い花を咲かせる越年草である。同族のハルジオンと共に道端でよく見かける雑草である。若い時期は根本から長い柄のついた丸みを帯びた葉をつける。やがて茎が高く伸びると根本の葉はなくなり、茎から出る細長い葉だけになる。茎と葉は、 黄緑色でまばらに毛が生える。茎は初めは枝分かれせず、先の方で数回の枝分かれをして、白か薄紫の花を咲かせる。花はひまわりのような形だが、周りの花びらがとても細い。また、姫ジョ縄音の花に見えるものは、中央の黄色い部分は環状下といい、周辺の花びらのようなものは絶状下という。花の時期は、 初夏から秋にかけての子から8月である。また、花弁の白い部分がやや紫がかる個体が見られることもあるが、これは正常な空気の中で育った時にできるものである。1個体あたり4万7千以上の種子を生産し、さらにその種子の寿命が35年と長いこともあり、驚異的な繁殖能力を持っている。したがって、駆除がとても難しい。ヒメジョーンとハルジンは、 花がよく似ていて混同されることがある。標準的には、ヒメジョーンの方が、背が高く、花は小さくて、数が多く、根本がスッキリしている。ヒメジョーンの茎には、空洞がなく、ヒメジョーンの葉は茎を抱かない。これに対して、ハルジオンは、背は低く、花は大きくて少なく、根本に葉がある。また、ハルジオンの蕾は下を向いてうなだれているような、特徴がある。 ハルジオンの茎には真ん中に空洞があり、ハルジオンは茎を抱くようにつく。したがって、しっかりと比べてみれば、はっきりと見分けがつく。花だけが拡大された写真では、この両者の区別がとても難しい。標準的な花では、ヒメジョーンは、ハルジオンより花が一回り小さく、絶妙花の数も少ないので、見分けられるが、判断が難しい場合もある。なお、 ヒメジョーンとハルジオン以外にもヘラバヒメジョーンなど禁煙のものがあるので注意が必要。北アメリカ原産でヨーロッパ、アジアに移入分布する。日本には1865年頃に観葉植物として導入され、明治期には雑草となっていた。現在では全国に広がり山間部にも入り込んでいる。在来種の植物の生育を邪魔する可能性があり、 特に自然豊かで貴重な植物が多く生育する国立公園や鉱山帯では問題となる。そのため、姫ジョーンはハルジオンとともに要注意外来生物に指定されているほか、日本の侵略的外来種ワースト100にも選定されている。姫ジョーンは漢字に直すと姫オンナエンとなる。姫は小さい、オンナエンは 同類のハルジオンとの類似より、ヒメジオンと呼ぶのは、全く別種のヒメジオンとの混同となるため間違いで、ある。ヒメジオンと区別するために、ヒメジオンという名前がついたという説もある。なお、ハルジオンについては、植物学者の牧野富太郎が、同類のヒメジオンとの類似から、ハルジオンの名が普及している、としている。同じ菊クシオン連昔表義族であるヒメジオンと、ハルジオンは、 見た目が非常に似ている上に、名称も紛らわしい。さらに、姫女音とは別種である姫子音とも名称が紛らわしく、中国における、オンラインが日本における、姫子音を表すので、注意が必要である。日本に入ってきた当初は、柳葉姫菊と呼ばれたり、鉄道の線路沿いに広がったことから、鉄道相応と呼ばれたりした。ありがとうございます。